県在住の彼女、将来の夢は歌手以外には考えられないという女の子です。今日はジュリアンド・マリーの散歩道を歌いたいと思います。彼女に関してつんくは最終面談の場においてこんなことを言ってるんですか。明日から芸能人ですけど、いきなりだからすごいびっくりして、なんか明日から大変だなと思いました。それ望んでたことじゃないんですか。そうで頑張ります。それを睨んでるよね。睨んでません。あ、そうですか。はい、順番に、うん、はい、そうですね。はい、一さやかちゃん。はい、一位さやかです。よろしくお願いします。はい、お願いします。たまらんかったでしょ、初めて会う時。はい、すごい緊張しました。緊張しましたか。泣いてたよね。泣いちゃう。それはなんで泣いたんですか。なんか迷惑かけちゃうなと思って。あーはーはーはー、なるほどね。全然大丈夫。迷惑なんか言えることはないですね。全然大丈夫です。これはほんまさ、何回も言いますけどね、通らなければいけない道ですからね。はい、はい、さあ次。Oh, oh, oh.
この曲を聴いたとき私を思い出すのかな。もっと刺激の強いのを望む。